ちゃん、こんにちは。はい、豊さん、はいはい、新庄監督がお金を欲しいと。みんな欲しい。みんな欲しいかも。俺、うん、まああってもいいから。あってもいいから。いや、なんで欲しいかというと、はい、新庄監督、球団社長に直談判ということで、6番バッターと先発ピッチャーが1人でもいてくれたらということで、補強のお金をちょっと捻出してくれないですかということを直談判したというのが記事に出てました。6番バッターっていうと上川畑が打ってるんだよね今、はい、主にね、うん、だからそこに大砲とか、うん、まあ置きたいんじゃない。いわゆるその6番バッターと、ピッチャー1人でもが欲しいってことは外国人を欲しいっていうことですか。そういうと補強でどうなの、まあ、欲しいんだろうね。かトレード、それはね、6番打てるバッターを他から取ってくるっていうのは、はい、なかなか無理だよ。ということは今チームの中でどういう状況になっているってことがここから読み取れるんですか。あ、だからポンセが先発ピッチャーで足が肉離れかなんかで離脱してね、クリーンアップは育ちそうじゃない、はい、3番清宮、野村、万波、うん、その後ろで支えてくれる人が欲しいんだよね。どういうタイプの選手ですか、これで言うと。やっぱこう勝負強さを持ってるバッターだよね、うん、これはでもやってみなきゃわからないし、はい、パ・リーグのピッチャーでホームランを打つっていうのは至難の技だから、はい、本当よっぽどの失投というかさ、抜け球じゃないと、だから最近ホームランならないんだよ。うん、だから外国人連れてきても慣れるまでにもう終わっちゃうような感じがする。そうですね。ということはじゃあ国内でっていう、いや国内でも取れないから、お金をもらったって無理だよ、はい、無理そうですよね、うん、ちなみにですよ、もし国内で新庄監督が6番バッターとして欲しいなって思う選手って他のチームで例えばどういう選手ですかね。いやそれは中田翔とかさ、ああじゃあジャイアンツは上沢だったら買えますみたいな言うかも。じゃあ上沢出せるのかっていう話。そうですよね。そうなってくると成立 しづらいよ。まあそうですね、確かに。いやそんなさ、俺お金いらないと思うよ。お自前でやらいいじゃない。何でも金で解決しようとするからおかしくなるんだよ、はい、今川がいるじゃん。います。今川6番使えるじゃん、 DH でも。あの今いいんですよね。いいんだよ。であの子はね、雰囲気変えられるから今までいいと思うよ俺は。おお、俺なんで先発しないかっていうのが分からないぐらい調子がいいんだ。それなんかあるんですかね。分かんねえ分かんねえ分かんねえ、かんねえ。なんか内部事情があるんですかね、もしかすると。いやいや、でもこの前は1番で使ってたけどね、はい、3打席で守備固めに行ったけど、はい、誰かがね、あ、磯畑が行ったのか。だけどやっぱね、金で選手を取ってきてはめようっていうのはやっぱあんまりいい考えではないと思う。やっぱ育てた方がいいと思う。あ、だってソフトバンクは去年ないくらか100億ぐらい使ったんでしょ、はい、でもそれでも3連敗しちゃうんだから。そうですよね。100億使ったら負けないぐらいの感覚でしょ。だけど3連敗しちゃう、4連敗しちゃうとかさ、うん、そういうのが平気であるわけだから、はい、いや俺は日本ハムで一番大切なのはやっぱ落ち着かせて戦わせるっていうことが一番大切だと思うよ。例えばはっきり言って清宮のサードは俺は使えないと思うよ。それは野村の方がまだいい、はい、慣れてるんだけ、うん、で野村のファーストもどうかと思うよ、うん、それは清宮の方がいい、うん、なんでかって言ったら伸びれるから、はい、それと生い立ち考えたら清宮は右でしかプレーしてない、うん、野村は左でしかプレーしてない、はい、それをなんで交差するの、うん、いやだからそれでいい、はい、万波をファーストで使わない、はい、ライト抜群にうまいから、うん、肩もいいし、はい、これをファーストに使うからおかしくなる、うん、でなんでアルカンタラ内野手登録の選手を外野に持っていって、はい、わざわざ外野手登録の万波をファーストに持ってくるのかって、うん、そこをまず整備してから本当に足りないっていうんだったら球団は俺は出すと思う。なるほど。いやだけど多分ね、俺はその直談判しても今出せる状態ではないっていうふうに俺は判断すると思うけどね、うん、あの球団側がですよね。あ、そう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 、うん、6番がいない。俺は今川がいると思ってるから、はい、だから野村をサードにつけて今川 DH でいいから、うん、あの子に4打席を与えたら絶対新庄の力になるって、うん、俺はそれだけの人間性とかいろいろ感じ取るものがある、はい、
降りてはこないよ。降りてはこないじゃないですか。俺はこう、うん、見た目を見た目で俺そう思う。なんで使わないのか、まあ、事情があるのか、まあまあいろいろね、五十幡センターで育てたいっていうのもあるだろうし、レフト松郷がいて、ライトはここポジション的には矢沢がいたりだとか、まあ、アルカナンタラがいるよね、はい、まあ、万波もその候補の一人で、万波をファーストに使うとやっぱりね、辛いと思うよ、万波も。そうですね、万ちゃん外野の方がいいよ、あの肩持ってますし、リズム的にもね、まんちゃんの笑顔が可愛いんだよ見てきましたですかね、見てきました。こう、あの、いや違う違う違う、あの下に降りてさ、取材して、はい、こんにちはとか言って、うん、言ってくるけど、まんちゃん可愛いんだよ。日本ハム笑顔が可愛いですし、今選手も多いですよね、うん、ただ今守りに負担がね、うん、やっぱ慣れないポジションをやってるだけに、まあ何か狙いがあってやってるとは思うけども、はい、俺はこう戻してあげて、せっかくこう成長してきたから、はい、守備位置に着いた時に少しでも安心ができるポジションで使ってあげてほしいなって思うよな。そうですよね。ただ野球を知るために、覚えるためには、いろんなポジションを経験さすっていうのはすごく大事なことだっていうのは分かるけど、うん、でも今年勝負に行くって言ってたじゃん、うん、はい、だそれだけにそうした方がいいのかなって思うよね。そうですね。プラス6番バッターは別にお金で取ってくる必要ないんじゃないかっていう、やっぱりそこで、いや今のポジションとか考えて、いや今更取ってきて、うん、じゃあ順位が上がっていくかって。そうですね。2位でいや一人足りない、頼む取ってきてって言ったら、うん、ちょっと待ってくれってすぐ打たせるみたいなことになるけど、はい、やっぱあの位置にチームがいてさ、俺が考えてる考えの人っていうのは多分たくさんいると思うんだよ、うん、なんでこうなってるの、うん、まあそうですね、まあ、清宮と野村とか、はい、え、万波ファースト、うん、アルバタン内野手外野、外野、うん、これ変えないみたいな、うん、変えた方がいいんじゃないのみたいな、うん、まあ思ってる人はたくさんいると思うんだよ、はい、俺が社長だったら出さないね。ああ、まずそこをやってから、うん、いや そのやり方だったら勝てないのが分かるみたいな、うん、勝てないんじゃないのってって なるってことですね。そう俺は思うんだけどね、はい、やっぱチームを任された監督がいろんなことを考えてやってるのは分かるんだけど、はい、選手の立場からするともっとなんかこう安心感が欲しいよね。今さらサードやらされてもさ、だってバントの構えで単独セカンドでさ、ノーアウト、はい、向こうがバントの構えしてたら清宮出てきちゃうんだから、それチャージしちゃダメですって。チャージできるサードだガラ空きなんだから、そりゃセカンドランナーもサードが出ていくなんて誰も思ってないからさ、ま、丸足はってなりますよね。藤原うろうろしてたからみたいな、本当みたいな、俺が正しいのか間違ってんのかみたいな感じになっちゃってたから。確かにファーストにいたらね、チャージするっていうのがそうそうそうね、基本なので、やっぱりそうやって動きもなっちゃいますし ね。あと先発ピッチャーに関してはどうですか、一人でもあといてくれたらっていうのは。ここは金村も故障したしね、はい、ルーキーの、はい、ちょっと肩っていうね、違和感というふうな、うん、今いるとすると、まあ、加藤投手、上沢投手、伊藤大海投手、この3名本来はそこにポンセ投手だったりとか金村、まあ、そうだね、はい、ポンセとか、まあ、金村とかね、はい、まあ、いなきゃいけないんだけども、まあでもエスコンフィールドができて負け続けるっていうのもやっぱ辛いよな。いやそうですね、だからまあ なんとかね、やっぱこう打開策とすれば、簡単に考えればやっぱ補強なんだけどもね、はい、でもなかなか今補強っつったって、今から来れる外国人って、まあ外国人だったとしたらね、これもチームからはみ出してる人間だから、そうですね、来て勝てるかって言ったら勝てないよね、なかなかね。ということはそのトレードを模索しての先発ピッチャー誰かどこからかっていうことですよね、頭の中にあるとしたら。バウアーいたのにな。いや そうですよね、バウアーに今ね、2軍でバンバン投げてますけど、だからお金でどの程度なのかね、くれって言ったのかな。まあ そうですね、まあ、いろんなね、やり方あるけども、はい、まあ、新庄監督がやりたいこと、これは我々にはちょっともう分からない、はい、分からないし、何か狙いがあるんだろうけども、それはやっぱこう伝えてほしいよな、あの選手とか、うん、まあ、清宮はやっぱ反応がいいって言ってるんだよね、打球に対して。だからまあホットコーナーと言われるポジションをね、反応がいい選手を置きたいとか、まあ、そういうことはあるにしても、ただやっぱ慣れてないわ、
そうですね、プロ入って初めてサードなんかやるんじゃないのそんなレベルの野球やってないからね、プロ野球って。まあどうなのかなと思うけどね。そうですね。ただやっぱり補強するよりも今できることをもちろんやってからのっていうふうにできるってことですね、補強しなくても、うん、俺は今年さ期待してて5位にしたんだよね、うん、そうですね、日本このままじゃ5位も遠いな。厳しくなってきましたから、はい。